瓦礫処理といっても、はい、当初の石巻市地域だけの石巻市だけの、はい、瓦礫の推定量というのは616万トンでした、はい、まあ見直しを図って、はい、446万トンという、瓦礫の量になりましたけども、はい、まあその差については、まあ海洋に、流出したということになるわけですよね。国際的な問題にも発展せざるを得ない状況にあるわけです。それだけ瓦礫の、量というのが膨大だということになります。石巻地域だけでそれだけの量ですから、446万トンというと石巻の年間処理量の、70年から80年に相当するという膨大な量ですので、これ の, 処理については、今宮城県が1箇所において、それから石巻市が2箇所において二次処理を行っているという状況にあり、補填についてはですね、これは積極的に埋め立てに使っていきたいというふうに思っておりますけれども、しかし埋め立てに使う場合には安定固化材で処理せざるを得ないということになりますから、なかなかすぐに、埋め立てに使うというわけにはいかないということで、処理は非常に厳しい状況にあります。なかなか広域処理が進まないという、状況にありますので、できるだけ地元で早急に処分していくということが必要ではないかというふうに思っております。住宅を失った、住まいを失った方々の住宅の再建というのは最優先課題ですので、今取り組んでいるところで、このような場合にはどうしても現地再建をするにしてもいろんな課題があります。一つは危険区域を指定せざるを得ない地域があるということですね。でそこは防災集団移転促進事業で新市街地に移転していただくということになるわけですけども、その新市街地を形成する上で農地を転用せざるを得ない状況にあるわけです。なぜかというとほとんどの私有地は、仮設住宅で、の建設場所になっておりますから、ですから用地の確保ということでは農地転用をせざるを得ないという状況にあります。ですから農地転用のためにはやはり多くの地権者の同意を得るということが必要になりますので、そういった地権者との話し合いというのが、ずっと続いております。やはり、住宅の再建と、それからもう一つ大事なことは、働く場の確保なんですね。その働く場の確保ということになれば、やはり産業を、育成していかなきゃいけないということで、これまでの石巻に特色のある産業が育ってきましたけれども、新たな産業として、環境、新エネルギー、情報、観光と、この4つの柱を、新しい柱を立てて、そして、産業を育成していきたいというふうに、考えております。Thank you.